この続きは後ほど。でも本当にこう春といえば出会いと別れっていうところで、ファンの人たちがお手紙とかメールでこうクラス替えがありましたとか社会人になりますとかたくさんそういうメッセージが届くんですよ。そうするとああそうだよなって、なんかこう一緒にいる人とかこの環境って当たり前じゃないんだなって改めて気づくんですね。だからこのこれから歌う曲を聴いて少しでも何か感じるものがあったら、こう自分にとって大切な人に思いを伝えてもらうきっかけになったらなと思います。聴いてください、ずっと二人で。Thank you.